になっています。もともとはオースティンから始まっているお店で、今ではダラスの中でも何店舗かあり、今日はアップタウンのお店に来ました。朝からひき肉を自分たちで用意しているそうです。お店によっては前日からとか、冷凍のものを使ったりとか、そういうお店もありますが、こちらのお店は従業員の方が朝からひき肉を作って、でまたこのパンも自分たちで焼いてという感じで、手作りでこの場で作っているそうです。こちら注文したのが1つ目、クラシックバーガーということで、一般的ないわゆるハンバーガー、ただし中にチーズ、ベーコン、レタス、トマト、玉ねぎ、もう肉汁が滴れてて早く食べないとという感じで。そして今回ご紹介したいのがこちらのインポッシブルバーガー。何のことか分かりますか？インポッシブルバーガーについて説明しよう。インポッシブルバーガーとは、限りなく本物の肉に似せた植物肉を使ったハンバーガーのことじゃ。単にベジタリアン向けというだけではなく、環境にも優しいハンバーガーとして人気なのじゃ。2011年販売開始以降、今までは小規模なハンバーガー店のみで導入しておったが、2019年4月、全米第2位のハンバーガーチェーン、バーガーキングが地域限定でこの植物肉を使ったインポッシブルホッパーの販売を開始。大手チェーンの参入はアメリカファーストフード業界の革命と言われ、今では植物肉工場の生産が追いつかず、どこのお店もインポッシブルバーガーは品切れ状態。しかし今回やってきたポップダディは提携の工場があるため、安定した入荷量があるということじゃ。これは実はお肉に見えてると思うんですけれども、ベジタリアンでも食べれるようなお肉に見せかけたお肉じゃないミートになっています。さてどんなお味なんでしょうか、楽しみです。ではまず一般的なハンバーガーからいただいてみたいと思います。お肉が、あーやばい、肉汁が食べられてしまうので、ではいただきます。肉汁がじわーっと、すごく美味しい。ハンバーガーの王道って感じで、チーズがちゃんとミートをこうまろやかにしている。でなんといっても一番の主役がミートの肉汁、これが口の一口入れるとじゅわーっと満開みたいなそんな感じで、ちょっとまだまだいけちゃう。ベーコンのカリカリ具合、それからパンもちょっとしっとりめなのでとっても美味しいです。でまた本日はちょっと頼んでませんけれども、ビール、クラフトビールも、まあ、ダラスのクラフトビールを使って売っているそうなので、ぜひいらっしゃった際は飲んでみてください。楽しみなインポッシブルバーガーいただいてみたいと思います。中に入ってる具はちょっとこっちよりやっぱり薄いので、まあただし食べやすいですよね。女性にはちょうどいいサイズかもしれないです。いただきます。正直言って全くお肉なんだけど、食べた感じは全く一緒、強いて言うならば食感がこっちのお肉の方がすごいホロホロするので、すぐに口の中でほどける感じがあります。でこのミートには、例えば肉汁の赤いところを表現するときはお野菜のビーツを使ったり、で油も動物性のものではなくてココナッツオイルを使ったりと、環境にも優しく、まあ、もちろんベジタリアンの方でも美味しくいただける、誰にも食べられる安心安全なハンバーガー。こちらがインポッシブルバーガーのお肉の部分になっています。まあ、お肉と言ってますが、原料は豆とか、そういったおからっぽいようなそういうものが原材料で、しっかりと焦げ目もつくまで焼かれています。こういう細かいところまで表現するのって本当に大変ですよね。でもこれ全然お肉っぽく美味しくいただくことができました。うん、美味しいです。
アメリカのハンバーガーって結構塩辛かったりするんですけど、ここは塩コショウとかはあんまり効いてなくって、素材そのものの味がすごくしっかりしている。美味しいし、なんか安全に食べられるなっていう気がします。健康的にも良さそう。お店の人によると、こちらはわざとこうキッチンを開放的にお客さんに見えるようにしていて、そのためこうお客さんにとっても安心安全にこう何か危険なものを作ってないというのを目で見て分かるような、そんな作りになっているそうです。こんなボウルに入ったポテトもいただいちゃいました。ではこれサワークリームですか。うん、たっぷり、ちょっとスパイシーなポテトで、うん、美味しい。美味しいハンバーガーを食べ終わりまして、食後のデザートにこちらシェイクをいただきました。先ほども申しましたように、こちらのお店はとても健康的に考えられているお店になっています。先ほどのミート、パン、それからこちらのシェイクもこのお店で手作りで作られているということです。早速いただいてみたいと思います。チョコレート味のシェイクですね。濃厚で絶対甘いだろうなと思って飲んだんです。アメリカのシェイクってもういらっしゃったことは分かる人多いと思うんですけれども、激甘みたいなシェイクばかりなんですけど、これは全然甘くない。絶対日本人もいける。チョコレートの甘さはあるんですけれども、甘味料みたいな甘さはない。しかもこれ見てください、クリームの上に乗ってんの何かと思ったらプレッツェルからカリカリして、これも美味しいです。でこれ以外にもこのお店ではローカル の農家さん、地元の農家さんと連携して、地元の素材をしっかり使う、それからリサイクルもすごく意識してやっているということで、アメリカって結構簡単にケミカルのものが手に食べられてしまうんですけれども、こちらのお店ですと、まあ、お子様でもとっても安心して食べることができるお店かなと思います。おすすめです。はい、お腹いっぱい満腹になりました。こちらのポップダディ、今はアメリカ中で流行っているインポッシブルバーガーがここなら食べれます。インポッシブルバーガーではだけではなくって、アヒツナという刺身を使ったハンバーガーというものも売っているそうです。ぜひ皆さん遊びに来てくだ、遊びにない、ぜひ皆さん食べに来てください。インポッシブルバーガー食べてみたいと思う方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録を、また食べてみた感想などはぜひコメント欄にお待ちしています。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。インポッシルバーガーについて説明、また噛んじゃった。こちらこのままでも十分素朴な味で美味しいんですけれども、まあ、ケチャップとかマスタードを自分でつけることもできますので、お好みでつけるといいと思います。出てこない。いただきます。